ちょうど手持ち無沙汰だったんです。君が来てくれて嬉しいな。さっきまで一番隊の仲間たちがいたんですが、皆で連れ立って遊郭へ行ってしまったんです。彼らは三度の飯より芸者遊びが好きなんですよ。僕はどうにも。まあ遊郭へ行かない大使は他にもいますが、彼らは彼らで主導に溺れているんですよね。どちらの話も僕は苦手で、正直話が合わないことも多いんです。答えに困る質問ですね。今の僕はこうやって君と話しているだけで十分なんです。それ以上何かを望もうとは思わない。とはいえそれではただの親友と変わりませんよね。他の仲間たちがいつも愛しい人としていることを、いずれ僕たちも、そう、いつかは肌を重ねることになるんでしょうね。恋仲になったんですから。何ですかその顔は。僕何か変なことを言いましたか？